郷英里選手、2号艇長島麻衣選手、3号艇小野聖奈選手、4号艇武井奈美選手、5号艇大滝明日香選手、6号艇日高逸子選手。以上 G2 第3回レディースチャレンジカップ優勝戦出場選手に今一度大きな拍手をお送りください。それでは1号艇遠藤恵美選手からお話を伺っていきたいと思いますので、遠藤選手以外のご選手はどうぞおかけください。では遠藤選手、中央へお願いいたします。ではこちらの方に、あ、こっち、はい、では遠藤選手、改めておはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ今節はもうすでに前県からいい手応えを口にされていたんですけれども、はい、さあ5日間終えてそのレースでの手応えというのは今どのように感じていますか？そうです、本当にエンジンがしっかりしてくれているので、はい、あの連れてってもらってます、うん、はい、もうそのモーターをしっかりと操りながらレースができていますかね、はい、そうです、ちょっとまだ乗りにくかったりもするんですけど、しっかり合えば本当に全部の足がいいので、はい、あの出走表モーターの数字を見ると、はい、優勝戦のメンバーの中では2連対列の数字としては、まあ、遠藤選手が一番低い数字ではあるんですが、はい、船橋このメンバーの中での評価、はい、改めていかがでしょう？そうですね、もう前県日から本当に誰よりも出てたので、はいはい、パーセントは関係なかったですね、うん、はい、ではもう胸を張って節一の船橋だと言えますか？はい、はい、さあ今日はちょっと朝から雨模様なんですけれども、はい、この後ピットに戻って作業というのはどのように考えていますか？はプロペラ調整で、はい、もう微調整でいけそうですね。そうですね、昨日の失敗生かして調整していきたいと思います。はい、さあそして、まあ、初日のドリーム戦は同じく1号艇で登場いたしまして、はいはい、その時には、まあ、隣の長島選手と、まあ、デッドヒートになりまして、はい、まあ、抜きでの勝利ということだったんですが、はい、さあ今日の優勝戦、はい、どういったレースが理想でしょう？あ、もう1マークでしっかり逃げることです、うん、はい、そのスタートやはり大事になってくると思うんですが、はい、スタートは今節いかがでしょうか？そうです、全速でいいのがいけてるので、はいはい、今日も全速で10目指していきたいと思います。全速で10目指して、はい、はい、さあそれでは最後にファンの方へ向けて今日の優勝戦の意気込み一言お願いいたします。はい、優勝して帰りたいと思います。応援してください。はい、1号艇遠藤恵美選手でした。ありがとうございました。それでは続きまして2号艇の長島麻衣選手にお話を伺います。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ長島選手は今節の、まあ、予選は5日間でしたけれども振り返っていかがでしょうか？そうですね、自分のやってきた調整がうまくはまってくれて、はい、まあ、好きな乗り心地になってます。その節間を通しての変化というのもありますか？そうですね、まあ、6着取ったレースはどうしてもやりたくてやったら失敗だったので、まあ、そこから方向性もしっかり見えて、そうですね、昨日もいい感じに仕上がっていたと思います。なるほど。では6着の時の調整の失敗もしっかりと活かせられたと。はい、そうですね、うん、まあ、現状でその船橋の特徴というのはいかがでしょうか？はい、全体的に自分の中では納得 してます、うん、全部バランス取れて、はい、特に自分の求めている乗り心地とターン周りは来ていると思います。特に乗り心地とターン周りがしっかり自分好みになっている。はい、はい、さあこの優勝戦メンバーに入っての船橋比較というのはいかがでしょうか？そうですね、まあ、遠藤さんと競った時行き足が遠藤さんの方が上だったんですけど、はい、まあ、あとは本当にそう自分の中でも納得の域に来ているので、うん、そうですね、まあまあいいと思います。まあ、今日雨が降っていますがそのあたりコンディションに対する不安などは、はい、そうですね、それも踏まえて
もう形は大体決まっているので、はいはい、あとは綺麗に叩くだけです、うん、長嶋選手はスタートの見え方というのは今節いかがでしょう。そうですね、菊池さんがいてくれるので、落ち着いてはいってるんですけど、はい、まあ、良くなりつつはあるので、まあ、自分のできる限りのスタートをしたいと思います。やはり SG レーサーのスタートの仕方というのは参考になりますか。そうですね、前々から教えてもらってるんですけど、さすが菊池さんなんでなかなか、はい、真似できないとか多いですけど、少しずつ良くなってます、まあ、菊池さんといえばかなり際どいスタートも今節行かれてるんですが、はいはい、長嶋選手はどのぐらい目指していきましょう。本当自分の行ける範囲で、はい、まあ、展示と、まあ、練習等で、はいはい、頑張ります。はい、さあ、それでは最後にファンの方へ向けて一言お願いします。はい、今日は最高のレースするために最高のいい準備をして本番迎えます。船木に勝って応援してください。はい、2号艇長嶋真紀選手でした。ありがとうございます。続いては3号艇の小野誠也選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、小野選手は今節ここまで、まあ、予選を振り返ってはいかがでしたか。エンジンですか。あ、そうですね、エンジンも戦いぶりもいかがでしょう。エンジンは全権もらった時よりは、はい、日に日に良くなってると思います。あ、はい、でちょっとスタートがばらつきがあるんですけど、ちょっとプロペラが合ってなかったと今思えば、思うんで、はい、合わせればちゃんといけると思います。あ、では、まあ、5日間を終えてもまだこう伸びしろがあるということですかね。そうですね、もちょっと求めたい部分はあります。あ、それはしっかり会えばこんな船足になるんじゃないかなというイメージありますか。はい、イメージあります。どんな船足になりそうですかね。しっかりすぐ向いて、はい、すぐ当てれて、ターンの跡がグッと押してくれるような感じに仕上げたいと思います。はい、ではもう思い切って1マークもう握っていけるような。そうですね、うん、はい、はい、さあ、そして優勝戦6号艇に福岡の大先輩がいるんですけれども、はい、小野選手は何コースから行きたいですか。と3コース好きなんで3コースから行きたいです、はい、あ、そうですか、はい、はい、さあ、スタートも今節平均コンマ 1,2 と決まっているんですが、はい、自分の中ではまだばらつきがあると。ちょっと2走遅れたと思ったんで、はい、そんなことは絶対ないように、はい、集中していきたいと思います。はい、さあ、それでは優勝戦向けて最後に一言お願いいたします。はい、自分らしいレースをして優勝で締めくくりたいと思います。応援お願いします。はい、3号艇小野誠也選手でした。ありがとうございました。さあ、それでは続いて4号艇の武井奈美選手にお話を伺います。おはようございます。おはようございます。すごい花束ですね。ありがとうございました。かなりファンの方の期待も高いようですが、頑張ります。はい、はい、さあ、武井選手、今節はピットでの様子を見ていると、はい、結構試行錯誤したりという時もあったようなんですけれども。そうですね、いつも乗り心地が欲しくて調整してるんですけど、今節はもう全然乗れなくて、はい、ずっとそこだけ求めて調整してきたんですけど、やっと、はい、昨日乗れるようになりました。あ、そうですか、はい、ではやっと求めている乗り心地が来た。はい、うん、では優勝戦自信を持っていけそうですか。はい、自信を持っていきたいです。はい、はい、さあ、そのためにこの後ピットに戻ってどのような作業をしましょうか。昨日またレース終わってプロペラ叩いたので、はい、ちょっと乗って、はい、またプロペラ調整続けます。うん、はい、はい、さあ、船足としては今節このモーターの特徴というのは何かありますか。特徴はバランス型で、伸びはいい人いるんですけど、はい、うん、戦える足はあると思います。優勝戦でも十分に戦える、はい、はい、さあ、そして武井選手も6号艇に大先輩がいますけれども、はい、進入コースどのように考えていますか。自分がスタート全速で行けるところから行きます。うん、まあ、そこはじゃあ途中練習もしながら。そうですね、どっちも頭に入れてスローからでもダッシュからでも全速で行けるように練習します。なるほど、はい、はい、今節ここまでのスタート感というのはいかがでしょう。スタート感は合ってるので、はい、あとはもう全速で行けるかどうかだと思います。はい、はい、では優勝戦期待してほしいですね。はい、はい、では最後にファンの方に一言お願いいたします。はい、たくさんの応援ありがとうございます。優勝目指して最後まで諦めずに走ります。応援してください。はい、4号艇武井奈美選手でした。ありがとうございました。では続いて5号艇の大滝明日香選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、大滝選手は今節本当に4日目まではかなりいい着取りで
来られていましたけれども、はいはい、さあ船足としては今節どのような仕上がりになっていますか。初日2日目ぐらいまでが一番乗り心地は良かったです。あ、はい、そうですか、はい、まあ、昨日が少し着落としてしまったんですけれども、はい、ではそのあたり乗り心地がやはりレースでも気になりましたか。そうですね、ちょっと行きたいところに行けなかったりしてるので、もうちょっとペラを合わせたいです。うん、はい、でそのあたりプロペラ調整の方向性というのはある程度つかめていそうですかね。まあ完璧ではないですけど、はい、大体は、うん、はい、まあ、では優勝戦に向けては乗り心地が課題と。そうですね、うん、合えば、はい、ターン回りはいいと思うので、展開をつける足には持っていきたいと思います。うん、スタートの行き足などはいかがでしょうか。行き足は、いいです。あ、悪くないです。はい、ではスタートの決めやすさというのもありますか。そうですね、ちょっとばらついてるんですけど、はい、行き足はそんな悪くないので、はい、自分次第だと思います。はい、はい、では周回展示乗りやすそうにしていたら注目ですね。そうですね、はい、はい、では最後にファンの方へ向けても一言お願いいたします。はい、外枠ですけども一生懸命走ります。愛してください。はい、5号艇の大竹明日香選手でした。ありがとうございました。さあそれでは6号艇での登場となります日高いつこ選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあしっかりと優勝戦乗ってこられましたが、さあ優勝決まった時のお気持ちというのはいかがでしたか。いや、もう乗れてないと思って、はい、ゆっくりお風呂に入ってました。そうなんですね、はい、終わった後共同記者会見があったんですけれども、はいはい、まさか乗れてるとはというところだったんですかね。 そのせいで皆さんお待たせして申し訳なかったです。いえ日高選手は今節5日間を振り返ってはいかがでしたか。そうですね、なんかパッとしなかったんで、はい、でもだんだん初日よりはだんだんなんかエンジンが動いてくるようになりましたけど、やっぱり昨日レースがエミちゃんと一緒で、あ、なんか はい、足の違いを感じました。あ、そうですか、はい、どのあたりで。やっぱ伸びがやっぱり一なんかいいんじゃないですか。日高選手はでは今日優勝戦に向けてはどういった調整考えていきますか。昨日ギアケースをちょっとやったので、はい、ちょっと今から乗ってみたいと思います。うん、さあやはり皆さん気になるのが日高選手の進入だと思うんですけれども。そうでしょうね、はい、はい、どうご本人はどう考えていますか。私もなんか行った方がいいのか行かない方がいいのか、はい、でも初日行って、はい、4-1 っていう情けないスタートになったので、でかえって6コースの時の方が、まあ、0-9 っていういいスタートいけたし、はい、どうなんでしょうね。そこはではまだ考えますか。はい、スタート練習しながら11まで時間があるのでゆっくり、はい、どっからでも行けるように練習したいと思います。うん、はい、さあ日高選手年末に向けてもここ勝負がけということになりますので。そうですね、はい、まあ、もう本当に優勝できただけで本当に嬉しかったので、はい、割と満足してますけど。そうですか。でもファンの方はまだまだ期待してると思いますので、はい、はい、はい、最後にでは一言意気込みをお願いいたします。はい、武井さんとは4倍ぐらい走って、新生活4倍、私の方が4倍ぐらいなんですけど、一緒の舞台に立てて嬉しいです。頑張ります。はい、6号艇の日高いつこ選手でした。682ちゃんいいな、680ちゃんにしようかな。選べるってすごいね。レジャーチャンネルも最大8つのレース生中継や面白い役立つ番組がたくさん。すごい楽しい JLC。